ギュスターブドレによる青髭の差し絵、青髭はヨーロッパ各地に伝わる物語の男性主人公でシャルルペロー執筆の童話及びその主人公の呼び名。グリム童話の初版に収録されていたが、2版以降では削除された。なお、グリム童話初版に収録されていた話のうち、ほぼ同じ内容の人殺し上という話も削除されているが、後半部分が若干異なる。 真っ白白鳥は第七版に残っている。おとぎ話には主人公に近畿を課し、主人公が近畿に違反することで苦境に陥るという好奇心に対する教訓的な類話が多数ある。ペロー版の青髭が青髭の残虐性よりも女主人公の好奇心と違反に焦点を当てたことから、ペロー以後の青髭は女性の持つ好奇心や 不従順を非難する物語として評価されている。例えば、ルートビヒベヒシュタインのドイツの童話に収録された、青髭では自分の好奇心が引き起こしたことから立ち直るのに随分と長い年月がかかりましたという文末で締められている。ある金持ちの男は青い髭を生やしたその風貌から青髭と呼ばれ恐れられていた。また、青髭は これまで6回結婚しながら、その妻たちはことごとく行方不明になっていた。青ひげは4兄弟のうちの美人の姉妹に求婚し、右与曲折の末、妹と7回目の結婚をすることになった。結婚してしばらく経ったある時、青ひげはしばらくの間外出することになったため、新妻に鍵束を渡し、どこにでも入っていいが、この鍵束の中の 小さな鍵の小部屋にだけは絶対に入ってはいけないと言いつけて外出していった。しかし、新妻は好奇心の誘惑に負け小さな鍵の小部屋を開けてしまい小部屋の中に青髭の繊細の死体を見つけた。新妻は死体を見つけた驚きで小さな鍵を血だまりに落としてしまいすぐに小さな鍵を拾い上げたものの魔法のかかった鍵についた血は拭いても洗っても落とすことができなかった。 新妻が鍵を落としたその日の晩、外出から戻った青髭は、新妻から預けた鍵束を受け取るが、立ち入り禁止とした小部屋の小さな鍵がなかったことから、これを咎め、持ってこさせたものの、地のついた小さな鍵を見て、青髭は新妻が何をしたかを悟った。青髭に小さな鍵の小部屋を開けたことを咎められて殺害され、そうになった新妻は、 訪問の約束をしていた兄をあてにし、最後の祈りの時間と称して、引き伸ばしを図ったものの最後の瞬間が訪れようとしていた。しかし、まさに新妻が殺害されようとした瞬間、真一発で駆けつけた、隆起兵とこの駅兵の新妻の兄二人によって、青髭は倒された。青髭には一人の後継ぎもいなかったことから、新妻は、青髭の遺産を全部手に入れて、金持ちになり、 その財産の一部を兄二人と姉のために使った。ペロー版とグリム童話版では次のような違いが見られる。主人公のモデルは一般的にはジャンヌ・ダルクの戦友であるジルドレという説があるが論証はできていない。一方でヘンリー・パスセーをモデルとする声もある。青髭の成り立ちの詳細は不明だが、マリア・タタールは千代人よ物語の枠話に登場する。 性的な好奇心を持ったつ前の復讐を発端として、誤彩を次々に切り捨てた暴君シャフリアール王との関連を指摘している。ホモアン等で、青髭とその童話を主題としている作品。ありがとうございます。